熱さのシートどこまで熱下がるかやってみよう。おというので昔熱さのシートのどこまで熱下がるかやってみようという動画をやって、はいはい、そこそこ再生されたんだけど、ちょっとあれ規制かかって報告つかなかったから、まあ、今日ちょっとリメイク、あ、はいはい、これ今から熱さのシート買ってきたから、うん、でもう一個体温計もな、これあるから、はい、今のこれ体温を測らなきゃいけないし、だからまあまあね、うん、今からお前に体温を測ってもらって、うん、お前に熱さましいからこれ、あ、だからどれくらい体温が下がるかってことだな。そうだよ、お前にやってもらおうかな。これ、うん、お前にこれさ、前回やったでしょ、昔。そうだよ、あの動画もまあ残ってるけど、うん、すんごい寒くなるんだよくやるだもん。お前もさっきから暑い暑いって言うからちょうどいいんだよ。いやまあ確かにちょっとこの辺暑いから。お前前これやった時な、確か測った時まず測り始めが、平熱で37度ぐらいいってたちょっと下手にならんわ今さ7度5分いってなかったら大丈夫だから。7度5分ですってなったらこれ動画出せないから。出せないから、まあ多分熱はないよ。なるほど、うん、で そこに熱さましいところで今から16万あるから、うん、これ全部貼って、うん、いやだから、うん、え、簡単にっていうと、とりあえず体に全部張って熱を出してどれぐらい体温が下がるんだろうな。そう、うん、ただ、前回なんで規制かかったかって俺いろいろ調べた結果、でもまあ裸、上半身裸になって全部張ったじゃん。あ、はいはい、うん、あれやるとやっぱ乳首が映ってるからダメらしいんだよ。ああ、まあ YouTube でそういうのよね、うん、でもどうしようかなと思ってモザイク入れてもちょっとあれだからなと思って、お前乳首隠れるいい服持ってたじゃん。今からちょっとそれに着替えてもらいますから皆さん、お楽しみに。やってんそれ。さあ、用意ができました。まあ、この前だね。うん、全然いいの。なんか、お前すごいなんかワイルドになったな。ちょっと立ってみる。あんまりね、これ乗せるよないから。うん、ちょっと立ってみる。うおこれね、山中が猫に変装するときにやってるね、猫の上半身の衣装なんですけどいや、ちょっと恥ずかしいよ。これなら乳首が隠れるから、すいません、これちょっとほら、こうやってギリギリね、そう、広告つけれるっていうね、俺ら発明した兵器だからこれ、兵器じゃん、きっとだけお前、これで街歩いてもいいしか、全然いや、あかんわ、もう、うん、いや、じゃあ今からじゃあ、熱さましいとあってっか。あ、じゃあ、て、温度じゃあ、そう、先に体温測るのいいね。じゃあ、ちょっと体温測りますんで、うん、はい、ちなみにね、前やった時ね、おでこに熱さましいと、普通だったらこう1枚しか貼れないと、こう山中でこ広くて2枚貼れたら、いや、ええねん、そんなの。今回なんか頭貼れるんで、ね、これ、こんなもんかって、5度8分まあ、とりあえず35度8分ですよ、うん、からスタートか、うん、35度8分からさらに下がるって34度台だから死ぬんじゃねえ。大丈夫、熱さましいの力じゃあ、よじゃあ、マスクも外してやるじゃん。顔全体になるの？前そうだったかな。まずじゃあこれおでこに、はい、一応お前おでこ2枚だから3枚いけるかも。3枚いけるかも。俺説明してたけどさ、おでこ普通1枚やから。そうだよ、お前は2枚いけるっていう、下手すれば3枚いけるかもしれない。まあ、とりあえずやるよ。おおああ、IBR のとこまでいくね。ああ、今映った。ちょっとぐらいでいいよ。ちょっとぐらいでいいよ。どうする、お前さ、熱さましいと剥がすとき前髪ブチブチブチって。最悪やそこで寒気がして体温下がる。でもやっぱ冷める。でもすごい冷めるよ。こうやって触ってるだけでも涼しいもん。よし、あといくか。いいね。あと何枚だ。まだあと10枚ぐらい。いや、もう寒いんやけど。どんどん次腕に。うわ、寒い。確かに寒い。さっきまで暑かったのよ。なんかすごい脇汗びっちょりやったんやけど、なんか寒い。脇汗が熱を遮断して体温低かったかもしれない。その脇に挟んだやつでもう一回口で測ったらもうちょい高いかもしれないな。あ、ちょっとあかんね、これ、まあ、自分の脇ですらやっぱ生理的に無理や。いや、無理やね。俺は自分の脇がちょっとあれやから、だから一番の自分の汚さを繰り返してるとか。じゃあ脇の近くになっとく。8時間持ちとくマイナス2度効果があるとか言って。あ、冷た、あ、冷た。あと何枚よ。あと2枚。あと6枚。6枚。どこに貼るの。貼るとこないよ。お腹とか首にも貼っといたらいいよ。あ、確かに首からって言うからな、熱は。
いや、まあ、確かにお前の見た目寒いけど。いや、お前ももうちょっと言ってたよ。なんで俺、それだけ罰ゲームみたいな。どうぞ、ていうか、なんで俺、普通にやってるの。どうぞ、これ、2人で釣った瞬間、お前1人より2人で釣った瞬間の方が視聴数良かったのに、私だよ。ていうか、なんで俺がやってるのこれ。いや、お前、あの、熱冷めた方がいいよ。自分、2人でやったらいい。いや、2人分買うのはちょっとやっぱ、このご時世もな。ご時世か。いや、寒いよ。寒い。いや、お前はいつも寒いよ。いや、そっちの意味じゃない。ではちょっとお腹冷えてきた。もうじゃあお腹あとじゃあ2枚あって。じゃあお腹マジで冷えてきた。背中いくじゃん。あ、まあ、ここら辺はいいもんな、ね、一枚ずつ。うん。そんなに首いらねえだろ。首どんだけあんだお前。よし、あと2枚。うん。これちょっとマジでやばいなお前。どんどん熱奪われてる。35度8分だっけ ？35 度8分。熱で大丈夫大丈夫。ああ。ああ気持ち悪いな。冷たい。そりゃお前が張んなきゃ数字いかねえ。こんなやつが横でただ何もしねえ見てたらそりゃ数字いかねえ。あ、冷たい冷たい。お腹冷たい。おお、いいね。これでも前やった時は結構数字いったから、凄ましいところ。まあ結構面白かったとね、うん、いろんな人からも。じゃあこれでちょっと時間待ちますか。はい、じゃあちょっと、まあ張りましたよ、全部ほら。ほら。よし、じゃあこれでしばらく様子待ちます。はい。さあ20分経ちました。どう？すげえな、お前なんかちょいちょいこの辺剥がれてんじゃん。お前の汗で冷えピタが耐えらんなくなってる。いや、脱ぎようとしてるわけじゃない。だからここが貼るね、タイムじゃないから。デコに2枚冷えピタ貼るやつなかなかいねえな。いや、悪いけどな、ちょっと寒い。ぐったりしてる。あ、そうなの。寒くて。もういいね。じゃあ体温測るかな。多分な、俺マジで今34度台いってる。マジか。じゃあ熱さのシート体中に貼ったらちゃんと熱が下がるか検証してみたいと思います。じゃあ測りますよ。うん、下がるけど、俺本当に今ちょっとあ、下がった自信ある。死の危険を感じるぐらい。あ、マジで。すごいな。さっきが35度が30度。おお。すげえな。スースーする。全身スースーする。熱出てる。汚ねえな。汚ねえだな、これ。汚いって何やねん、僕。いや、汚くないよな。ちゃんと冷えピタ、うわ、汗のせいで冷えピタが。いや、別に、逃げようとしてるわけじゃないか。すごいな、やっぱ。いやでも冷えピタ2枚貼るってのはやっぱすごいわ。あ、そこ？ああ、でももうできるよ。できねえよ。だってこんぐらいだな、もっとあるな。冷えピタって男2枚貼るよ。これ貼らねえよ。あ、これは無理だろ。あ、マスクないな。すげえ、お前これからマスクもこっちに。なんでやねん。2枚体制がおかしいやろそれ。どう見られるんですよ。うわ、めっちゃお腹冷えてきた。おお。まあでもこれはちゃんとこうつくはずだから。まあ別にな、私ちょっと一瞬映ったぐらいだけど。それはだって別の動画でも他の人もちょっとぐらいはライブとかさ。あ、ちょっとぐらいは大丈夫。うん、うん、で、ゴールデンボンバーズなんかよくダルビッシュさんよくケツ出してる。うん、一瞬ぐらいだったら多分大丈夫。あ、なるほどな。さあ、どう体感的には。いや、もう34度絶対いってる。マジでめっちゃ寒い。おー、ほんまちょっとな、なんかよく言う、雪山とかで遭難したとき体温が下がると眠たくなるみたいな。あ、ほんまその状態。冬眠に入ろうとし、本能が冬眠に入ろうとしてる。でもなんか普段の別に遠く力はまあ変わらない。眠いかなんか眠いときと眠くないけど、別にそんな見てる人がしたらあんま変わんねえじゃん。やかましいだろ。そこをさ、過去と比べんの。むしろ冷えピタ2枚かよっていう衝撃の方かな。なんで俺はトークじゃなくて見た目やねん。それはお前がそう生まれてきたから。誰のせいでもねえよ、それは。あ、おうか、お前の運命や。これちょっと頑張って。なかなかあれな、さっきより。なんかならないな。おぉ、ちょっとなんかすごい明るいね。だってその冷えピタを巡ってゴミ捨ててたじゃん。
フィルムな、フィルム捨ててたじゃん、うん、そのフィルムにもいっぱいなんか抜け毛ついたからあれずっとお前のだろ、俺今日帽子かぶってるし、俺前ほど俺髪長くないからあの長さはお前しかいねえからちょっと待てよ、もう髪の毛お前いいよって思わない、それでもやっぱ腹すぎちゃうと衝撃効いてるな、どうぞ、ブチブチブチ最悪や早くなってた、あれなんかドラゴンが全然確かに多分、うん、もう温度下がりすぎてもう測定もできてない、ちょっと挟めてる、挟めてる、挟めてる、これ温度出るまで飛ばす、いや、多分もう出る、なかなか最近の体温計って一瞬のやつ多いんだけどな、それあれさっきも一緒やんねんけどな、確かにな、1、2分とかだよね、うん、1回で壊れたんだよこれ待って、これ買い立てないんだよこれだってあれやろ、コンビニの体温計やろ、お前だけだよ、その使うの、その使うやろ、お前も使っていいよ、お前だって自分でも口に入れたくないっつって他人が使われる自分で汚さ分かってないっつってお前あまりに脇が臭すぎてコンプレックスって言ってたもんね。脇が汚いのコンプレックスだから自分でしょっちゅう脇毛切って、うん、でもなんか愛着湧いて捨てるのもったいないからその脇毛洗面所に置いてあるの。やめろお前俺の脇に保管してる話これ今の聞いた人の体温めっちゃ下がってるだから俺な、うん、白い T シャツ、うん、着れないのよ、なんで毎回脇のところ黄ばむから、うーわ汚ねえな、ほんまに黄ばむねん、だからそれも一応黒選んだからな、今着てるやつも、だから俺の T シャツ大体黒いから、あそうだな、白着ねえな、うん、あれ似合わないとかじゃなくて汚くなるのか、黄ばむから、うーわその黒い、よく着てる黒いシャツはもともと白だったんじゃないの、違うわお前着てるうちののさあどうよ、ならないな、確かに、うん、なんだろう、どうしたの、ほら多分本当に体温下がりすぎてて、ああエラーなのかな、感知してないのかな、だって本来の人の体温じゃなくなって、人の体温じゃなくなってると思うんだよ、どんな体温計なの、普通のか、普通のやつだな、うん、シチズンの方がめっちゃいいやつだ、ちゃんとやつしたやつ、シチズンの技術力を超えてきたから、すげえな、一応ヒープタグだって8時間貼れるって書いてあるから、お前の汗力がまだ20分やん、お前の汗力がすげえ、うわ全然粘着力なくなってんじゃないか、お前自体は粘着力持ってるのに、俺自体は粘着力持ってるのに、うわぁ夏クーラーなくて仕方ない手段に出たホームレスみたいな最後の手段に出たホームレスだもんね、いやでもこれおすすめよ、夏すっげえ寒いのただ汗かきにしたら結局こうやって剥がれていく可能性がな、まあでもこうやってがいいの、でもなかなか何年なほんとどうなってんだこれ、じゃあ今の体温も発表する、発表するか、一応じゃあ今発表してみようか、うん、よっぽど下がってるのかもしれないから、うん、じゃあ結果発表いきましょうか、はい、ただいまの、もう多分30分ぐらい経ってるんだけど影響貼ってるから、うん、全身に熱さまシート貼った体温こちらです、36度4分、体温までつまんだから体温までつまんだから、もともと35度8分から36度4分でしかならないっていう、お前もお前体温まで滑るのやめろお前その言い方、お前どこだったら笑い取れるの体温まで滑ってんじゃねえ、その言い方すんの体温まで滑るの、体温で滑ろうと思ってなかなかいねえぞお前いやあれ温度上がってるよ、熱のシートなの、36度4度だなこれ、なのこれ気が尽くしてるやん、この熱さまシートの会社に対してもお前は喧嘩売ったって、いやそんなことないよ、こんなん冷えへんわみたいな、めっちゃ寒いからマジで、こんなんもうそっぱちやみたいな、ちょっとすげえ寒い、見た目だけはこんなもんみたいなのちょっとメッセージを込めてた、まだ続くかも、そうよ、
こはな、うん、何かチェックするだろう。いや、やっぱり抜けてたらな。あれだ、いいな。お前の髪の毛でもいいな、だいぶごまかせてるな。痛い、やばい、事件になってんな。事件が起きてんな。お前一生熱を失ったのにつけっぱなしの方がいい。痛い、赤はこれ絶対抜けるわ、これ。一本ほら、抜けてる、抜ける、痛い。あ、やめよ。おー、さすが。あ、お、気を守るテクニックは。お、あ、抜けなかった、あ、よかった。結構今、粘りついたわ、とりあえず、これか。お、熱はじゃあ結果的には下がったのかな。表面温度が下がっただけなの。表面温度、これマジで顔冷たい。おお、よかった。まあだって最初は汗かいたからな、それに比べたら。ああ、いや、まあだいぶ温度は下がりましたよ、本当に。というわけで、熱さまシートを全身に貼ったら、はい、どうなりました。体温は上がりましたということで。で、ハゲはおでこに2枚以上貼れる。いや、何の結論これ。で、剥がすとき毛抜けるということで、はい、皆さん、以上となります。熱さまシート全身に貼ってみたで以上です。はい、例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近娘ないねって言われておしまいですよ。賛成やろ。もう人生の集大成する。俺はお前みたいな人生送れないともうハゲてもいいよ。何よ俺、俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。